クローズアップ W ズボンです。宮本です。なぎさんです。はい、ということで、デンソー3回やって、はい、富士通3回やって、はい、もう7回目ですね今日。はい、意外とやってますね。今日からまたチームが変わるんですか？なんか前言ってた話だと。そうですね、変えていきたいと思います。お、ただもうこの僕がもう全力で取り組んでるクローズアップ W、はい、まあ、僕の技術が足りないのか分かんないですけど、YouTube 第7位で始まりました酒井達明のアメリカの空気を捨てた高く飛べたに3時間で再生数が起こされまして、はい、もう何としても負けじに頑張るぞという気持ちで今日は W に向き合っていきたいと思うんですけど、じゃあ今週再生回数下回ったら打ち切りね。全チームいかない。厳しいな、それはないですね。西伝送、はい、今シーズンフォーマットが変わりまして、西地区、はい、コロナの影響で西地区と東地区に分かれてやることになりました、うん、はい、西伝送、東富士通と行きましたので、うん、次は西に行きたいと思います、うん、西お。でもうなんか僕の周りでなまだか見たらまだかみたいな、あ、小野伸二について語るか、じゃあもうね多いんで、まあここ行っちゃいましょう。はい、トヨタアンテロープス、やっぱり永田萌え選手。え、永田萌え選手好きだよ俺。まあ東京医療の、まあ、ルーキー、まあ、三重師みたいなメンバーがいるわけですよ、うんうんうん、藤本選手、うん、岡田選手、そしてもう一人が永田選手、うん、ということで、はいはいはい、まあ注目、まあこの人はまあ正直申し訳ないですけど、まあ外せないでしょうっていう感じです、うん、はい、はい、ということで永田萌選手173センチの、うん、長崎商業から東京医療保険大学に進学して、はい、大学2年生から、まあ、おなじみの情報ですね、もうこのコーナーではおなじみの情報、大学2年生からインカレ3連覇、うん、そうですね、インカレ3連覇、はい、3年4年時は最優秀選手を受賞、うん、MVP、はい、で4年時はキャプテンですね、長崎県佐世保市出身の、173センチのフォワードのプレイヤーです。佐世保バーガー、確かに佐世保バーガー食いたいな、お腹減ってきたな、昼に近づいてきたしね、はい、なちょっとどこの佐世保バーガーが好き？どこがいいかな、昔実家の近所で佐世保バーガーのお店あったんだよな。え、札幌に、うん、すごい。 W の話していいか？そうですね、一瞬間があった、一瞬間があった佐世保バーガー。ではざっと経歴いくと、まあ、2018年アジア大会銅メダル、はい、学生が2人、はい、いまして、当時早稲田の中田真美、中田珠美選手、今のエニオスですね、うん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 、と2人で出場して、うん、まあ、これは、うん、あの18年に女子はワールドカップがありまして、B 代表という形で、はい、出場したメンバーでアジアで3位になりましたと、はい、2019年、藤本選手とか岡田選手の時も話しましたけど、ユニバーシアードでベスト4、うん、で、はい、同じ年、3x3 前回ですね、紹介されてボームさんが紹介してくれました 3x3 ワールドカップ U23 金メダル、はいはい、おー、でその試合すごかった、はい、大会すごかった。2020年、うん、トヨタ自動車アンテロープスにアーリーエントリーで加入しましたが、うんうん、まあ、残念ながらコロナの影響で2月の最後の2試合のみの出場となりました。おー、そうだったんだね、はい、ただ、うんうん、2020年の W リーグオールスター、はい、立ち火で行われたやつですねに、はい、3x3 の部門にですね大学生として唯一選出されて、そちらでプレーもされましたと。すごい、いやすごいんですよ。何がすごいって、まあ、はい、ここで話すときってさいつも言うじゃないですか、はい、まあ桜花学園にいて、うん、全中で、はいはい、みたいな、はい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 、まあ岡田選手、全中には出てまなかったと思いますけども、ジュニアオールスターで優勝されてます、うんうん、で、インターハイとかウィンターカップにも出場されましたと。まあ、藤本選手、うんうん、桜花学園に行って、まあ、3年連続決勝に行ってると。とか、うんうん、まあ、いろいろ話しましたね。何がすごいって、永田選手、うん。はい。ウィンターカップ、インターハイ出場経験がありません。はい、
嘘、信じられない。え、舞い上げすごくないですか。まあこの人多分ね、下調べもう済んでるからちゃんとその辺の情報を仕入れてるんだきっと。3x3 でそうなんだよね、はい、うん、そうなんですよ、うんうんうん、でただ国体にだけは長崎県代表で 2,3 年の時に選ばれて出場してると、うん、で3年時に、高校3年時には U18 の候補メンバーに選ばれますと、はいはいはい、でまあなかなか軽有な存在といいますか、まあ女子だと W に上がる、高校から W に上がる選手も多いので、ウィンターカップで活躍して、はい、W に行くで、はい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 、まあウィンターカップで活躍した選手が大学に行きたいので、例えば強豪の早稲田だ、医療だ、うんうん、筑波だとか、そういうところにまあ、うんうんうん、行くとかっていうことが、はい、まあ2つの道っていうのが今では大きな部分なんですけども、ウィンターカップに出場経験がない中で、うんうん、東京医療に行くという決断です、うんうん、まあで、まあ、過去をちょっと振り返ってみますと、小学校4年からバスケットボールを始めて、地元の清水中で長崎県ベスト4、うん、はいっていうことですね。で何が言いたいか、まあこれだなって今回思いました、はい、永田選手、はい、うん、もうストーリーがリアルスラムダンク、リアルスラムダンク、はい、はい、以前この渚リングでもスラムダンククイズみたいなのやりましたね、はい、ありました、はい、ありました。なぎちゃん、スラムダンクでなんか好きな名シーンとかあります？はい、名シーン、あの安西先生バスケがしたいですのとこが好きです。なんか割と何ともいないとこ選んできたな。試合、僕はあれですね、はい、つぼさん、僕はアメリカの空気を吸えば高く飛べると思ってたのかなですね。ああ、そのそういう人はね、酒井達明くんの、あの、はい、アメリカの空気を吸えば高く飛べたっていう YouTube が始まったんで、セントジョセフカレッジの、はい、そっちを見てもらえれば、はい、うん、いいなと思いますね。いやー、なんと、はい、三井久志選手が、はい、湘北高校に行く理由覚えてますか？はい、もうルーズボールを追いかけました。やらないわけないですよ、はい、バーン取れませんでした、はい、で安西先生が、はい、諦めたらそこで試合終了だよと三井久志選手にボールを渡すわけです。はい、はい、で安西先生ってなって、そこは大逆転をして、数々の MVP を取った三井久志選手は、湘北高校を選んで、進学するわけですね、はいはい、なんとこの永田選手、はい、恩塚ヘッドコーチに、東京医療の恩塚ヘッドコーチに会った時に、はい、恩塚ヘッドコーチからかけてもらった言葉があるそうです、はい、初めて会った時に、はい、君はすごい選手になる、自分の可能性を信じてほしいと恩塚ヘッドコーチから熱烈オファーを受けて、東京医療に進学することを決めます。リアルバスケットスラムダンク。で、まあその朝日新聞の記者の松本さんって方がいるんですけども、その方が、うん、まあインカレとかいろいろ追いかけてる中で、永田さんにインタビューされた時のがツイッターが載ってまして、はい、入学時は永田さんは願わくば試合に出れたらいいなと思ってたくらいだったと。うん、まあそれがインカレ優勝3連覇して MVP も取ってキャプテン、最後4年中はキャプテンをやってるんですよ、はい、っていう選手になると、まあすごいなって思ったのが、まあ恩塚ヘッドコーチが、まあ将来性を見込んで、まあ自分のところでしっかりと育てれば必ず日本を代表するプレーになれると思うっていうことを、高校3年時か2年時か分かんないですけど、その頃に確信を得て声をかけたっていうところが、まあ、恩塚さんもすごいし、それの言葉を聞いて、ね、ここでやりたいと思って大学4年間バスケットボールを捧げるために東京医療に来るっていう永田選手もすごいなと、ね、っていう、うん、まあ、エピソードなんですけども、これをさらに、うん、ちょ、僕の中で鳥肌もんで思ったのがですね、はい、まあ、大学時代に、まあ、こんな名言を永田選手は残してます、はい、誰よりも練習する姿勢をみんなに見せることでついていこうと思ってもらえるはず。ああ、うん、だからもうすごいかっこいい、まあ、才能とかじゃないんですよね、もうきっと、うん、努力なんですよやっぱり。で努力によって出会いが広がって、恩塚ヘッドコーチが見出した才能も才能だけじゃなくて努力によって花開いたと、うん、でまあその才能がどん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 、1年生の時はメンバー入りしてないんですね、東京医療では、はい、藤本選手が1年生の時から出場してて、はい、で岡田選手も1年生の時から出場してて、うん、まあ鳴り物入りと言いますか、まあ、藤本選手は大川学園ですから、
そこで中心選手として、まあ、出場するっていうのは、まあ、あれなんですけども、まあ、メンバー外から来た選手がそこから最終的にはキャプテンになっていくっていうのは、はい、相当な努力が必要だと思うんですよ、うん、で、まあ、東京医療っていうチームを考えれば、まあ、スター選手が集まってくる、高校のスター選手も要は恩塚さんからバスケ学びたいっていうので集まってくるっていうのもありますし実際、うん、まあ、そういう選手が集まる中でやっぱり誰よりも努力することで認められるってことがどれだけ大事かっていうことをちゃんとこう理解してる、でそれを実践して示していくっていうところが、まあ才能だけが全てじゃないんだなっていうことをちゃんと、まあ改めて感じたと言いますか。そうだね、やっぱり才能っていうと、まあ失礼ですけど恵まれてる方っていっぱいいると思うんですけども、まあどれだけそこに努力ができるかっていうのは、まあそれこそアメリカの空気を吸ったら高く飛べたっていうのも、まあ、あれですけど酒井辰明選手もどれだけの努力をしたのかっていうのは、うん、青春と読書っていうあのページに載ってますし、まあ、そういうストーリーがあって今があるっていうのが、まあ、トップレベルに選手たちの多くのストーリーだと思いますので、いやちょっとぜひね、うん、この選手は注目してもらいたいですし、なんでしたら2018年のは、アジア競技大会の代表に入った時に、はい、まあ、試合としては今対象してるんですけども、香港戦で両チームで最多の23得点得点したりとかしてる、うん、で、大学ではフォワードをやってるんですけども、まあ、パワフルなプレーが魅力で、フォワードをやってるんですけども、まあ、アジア大会ではガードとして登録されてると、で、はいはいはい、トヨタでもアンテロプスでも、ガードフォワードとして登録されるので、おそらく2番3番を主戦場としつつも1番もトライするのかな、代表でポイントガード登録されてたんで、まあその自分で切り崩していきながら、まあゲームメイクしていくみたいな感じで、まあもうやるのかもしれないし、まあそこはアンテの考え方もあると思うんですけど本人と、でもそういう要は、まあステップアップをしていくときに173センチでガードができるってなると、かなり日本にとっては稀有な存在になってくるので、まあ今後代表を見ていくときも、まあ、中心となっていく、まあ、前も言いましたけど、本橋選手町田選手っていうのはある程度頭角で3番手っていうところに、はい、誰が食い込んでくるかっていうところが次の21年の、行われるだろうオリンピックにはかなり重要なところになってくると思うので、うん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 、どんなそこでアップデート戦いが起こるかっていうのを注目したいですし、そこに食い込んでくる1人だろうなと、うんはい、2番もできるって考えるとかなりポリバレントな力を持ってるし、うん、まあね、リバウンドも取れますから、ね、フィジカルも強いですし、そうだね、だちょっとねこれは注目したい選手ですよね、うん、ズボンさんやっぱり。そうだね、僕は5人、申し訳ないことに5人制でちょっとちゃんと見たことないんだけれども、うん、3人制を見てる限り、いやめっちゃもうどんなにディフェンスが来ても関係なくペネトレートしてって体当ててって、うん、でまあ外国人相手でも体当ててっても負けないし、あとシュートのなんていうのバリエーションとかステップとかもすごくうまいし、はい、うんうん、っていう部分でね考えると本当になんだろうな、こうプレースタイルがすごく見てて気持ちがいい選手だなっていう風にすごく感じたんで、うん、やっぱ長谷選手すげえいいなっていう風に見てたんだけれども、それでねこう与えられた役割がどういう風になるかっていうところによってもね楽しみだなっていうのを感じたなっていうのは聞いてて思いました。まあちょっと最初はその、うんうん、トヨタでアンテロプスで、うん、まあ空いてるポジションっていうのが多分2番ポジションがわりかし空いてるっていうか、まあ、山本選手とか、うん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 、安間選手とかガードでいるので、はい、はいはいはい、1番でいるからね、うん、で三好選手とかも1番できるし、うん、コンボガードでいるので、まあ最初の部分では2番とか3番とかでも使われるのかなっていうイメージかなと思うんですけど、うんうんうん、全然こう切っていけるさ、スラッシャーみたいな2番にもなれるし、うん、シュートも打てるしってなると、まあ、結構いい感じで幅広く活躍できるんじゃないのかなってねちょっと思っちゃいますよね、うん、そうですね、あの動きを見てるだけだけれども、うん、僕は 3X で、うんうん、でやっぱり今回その東京医療っていう部分で紹介した3名の選手に関しては、はい、うんうん、まあ見据えてるところがもうそもそもダブルで活躍するとかじゃなくて代表だと思うので、はいはい、で恩塚ヘッドコーチに関しても代表で活躍する選手はこういう選手なんだっていうことを、必要とされる選手はこういう選手なんだってことを多分落とし込んで教えてると思うので、やっぱりもう今後ダブルにとって、中心になっていく選手3選手なんじゃないかな、そのうちの1人なんじゃないかなっていうふうには単純に思いますんで、ぜひ、まだルーキーなわけだからね、うん、は
能性は無限大だよね。そうですね。なんかでもこの3、うん、この永田選手含めた3人はルーキーだけどもルーキー感がないと思うんですよ、ね。ないよね、うん。なんかもうプレスタイルが出来上がってる感じがすごくある。ね、あまあまあもちろん伸びていけばいくんだろうけれども、うん、なんか結構完成形な部分もあるんじゃないのかなってちょっと思っちゃうよね。うんうん、で、そのレベルが高い。高いですね。うん、で3年あ4年間で恩塚ヘッドコーチから学んだことで、多分もうほとんどのちゃんと知識を頭に入ってると思うんで。やっぱ W に行った時に結構あるのって、うんうんうん、W 高校から W に上がった時って高校ってやっぱり例えばあのルーズボールを追いかけるとかリバウンドを頑張るとかっていうところって結構注力するコーチが多いんですけど、うんうん、やっぱりその戦術的にちょっと難しいことってあんまやらなかったりする、それはいいとか悪いとかじゃなくてことが多いので、うんうん、ただその桜花学園の、が選手が多く活躍するっていうのもやっぱりそこのスクリーンの守り方とかゴール下の守り方、はいとかシールの仕方とかっていうのをすごくちゃんと、うん、あの井上先生が教えるっていうことがすごく大事で、うんうんうん、だその知らない状態で入ってしまってパニックになって2年ぐらいあんまり使われないっていう時間がやっぱりあったりとかするんですよね、うん、だ東京医療に行ったこの3選手に関しては多分知識量があの一緒に W でやってた同世代とは比べようもないぐらい持ってると思うんですよ。まあ、もちろん選手によっては W に行ってその知識をガーンって上げた選手もいると思うんで全員ではないですけど、うん、だスタートラインがやっぱ結構高いと思うので、うん、もうそもそも主力としてボンって出てくると思うので、ちょっとここのすごい東京リオの恩塚ヘッドコーチすごいですね。話を聞いてると恩塚さんすごいですね。だって恩塚さんはもともと偏差値70ぐらいの高校を教えてそこにユーロステップとか教えてたらしいですからね。絶対に使うんだっつって当時こういうレイアップでオーバーハンドレイアップも教えてなかったようなところで、だそれぐらいこう要はスキルをこう体系化してなぜこれが必要なのかとかやって5年間ぐらいで東京医療一部まで押し上げたんで、遭遇したのが恩塚ヘッドコーチなんですよ。作った人が恩塚ヘッドコーチなんですよ。なるほど、すごく楽しみですね。すごいですね、本当、うん、はい、まあ、アンテファンはもちろん知ってると思いますけどね、西地区を追いかける人はぜひとも注目してもらいたいです。はい、じゃあ来週もあれなのかな、トヨタなのかな、どの車行く、86かな、やっぱり。なんだろうね、やっぱトヨタといえばカローラじゃないですか。あ、カローラ2に乗ってね、買い物に出かけたら、はいはい、小沢健二だね、はい、うん、はい、親父ギャグが滑ったところで終わりにしようか。ナギちゃん締めてもらおう、ナギちゃんに爽やかに締めてもらおう、締めて爽やかに、はい、じゃあ来週も、W クローズアップ W お楽しみに。お楽しみに。もう最近全部お気に入ってるな本当に。バイバイ。